というところで、これはですね、しいたけさんのカラー心理学、しいたけさんが長年学んできた色が持つ力から読み解くその人の人生スタイルがこれでわかるよと。で、1、色が複数あっても大丈夫です、質問に答えていくと多分複数の色が自分に当てはまるっていうこともあるでしょうねと。で、誰でも3色ぐらいは持ってるものですと、で、どれが強く出るかっていう、そのカラーの周りにいくつか揺らめくように他のカラーが自分を持ってるよっていうことなんでしょうね。で、矛盾しているって感じても OK って書いてあります、例えばマイペースで落ち着いた水色と賑やかで楽しいことが好きな黄色のカラーが同時に出ている人は、一見どっちと思ってしまうかもしれませんが、その場合はどっちも自分、どっちもある、椎茸さんその辺がねそれでいいんですねって、どっちも自分って考えて OK だと、自分は相反する性格を持ち、環境や付き合う相手によってどれが引き出されてくるのかがケースバイケースによってありますよねって、だからちょっと矛盾するカラーだと思っても、自分の中にそんなカラーがあるんだなって思ってくれれば OK です、で、また時間が経つと、その色が変わってくることもある、MBTI とかエニアグラムでもありますね、タイプは変わるんですかって、あっちは変わらないって言ってます、変わらないっていうか、元々のところを指してますって言ってる、なるほど、で、それを抜け出そうがエニアグラムでしたね、自由だよって、っていうと本当にタイプがあっても健全度が高い人は全タイプに見えるって、いうところですね、では18色のだいたいこんな人っていうのを、すいません、読まさせていただきます、次、紫、高貴な人とあります。自然と慕われる苦労人、このカラーの人を一言で言い表すと苦労を乗り越えてきた人、さまざまな人生経験を経てきて幸せの流儀を身につけているので周囲からも慕われる人です。損するか得するかというような場面に出くわすと、なぜか周りに得させて自分は損を取るような不器用な人、常に人望がある理由は相手の状況や立場によって自分の姿勢を変えないからですと。仕事ができる人の寂しさも見抜くし、今もがいている人の辛さにも共感する。そして優しいだけではなく、今回は自分でやってみなさい、あなたにはできるからと突き放すこともできる強さを持っていますと。今の自分は自分一人で出来上がったのではない、周りの人のご恩があってこその自分なのだという思いが強いため、お世話になった人へのご恩は忘れないと。恩のもらいっぱなしには厳しく、今回は私だから良かったけど他の人だったら怒ってたと思うよって抜け駆けして自分の手柄にする人を呼び出して質問したりしますと。面倒見がよく弱っている人を放っておけないため、慕われることが恋愛に結びつくことが多い。ただ紫の人はやる気も能力もあるのにちょっと不器用であるが夢に人生がうまくいってないとか、そういう翼が折れた白鳥のような人を好きになるような傾向があると。あるいはみんなのことが平等に大事だから誰か一人と深い付き合いになることをためらってしまうというのも特徴ですと。どこかお侍さんの中古を背負っている人っていうタイプなので、歴史的な建造物や古い文化も好き、休日は歴史にまつわる本を片手に有名無名の史跡を旅をするっていうことが癒しにもつながると。一方で苦労して人間関係を誘っているからこそ人と一緒にいることがあまり苦痛にもならないと。世の中の酸いも甘いも理不尽も噛み分けてきたので、人を助けてこそいいチャンスが巡ってくるっていう考えていることも多いでしょうと。だからあなたは人望を集めるんですと。そんな紫の弱点は自分の哲学がしっかりしているがゆえに話し出すと長くなることなので、持論はちょっと控えめにしましょうねと。さっと切り上げるのが潔いかもしれないとあります。では次、ネイビー、ストイックな人、どんな難題も任務遂行。ネイビーの色を持つ人はいわば現代の戦士、この人生で何を目標にし何と戦い、そのためにどういう戦術を取るかをきっちりと遂行していくタイプですと。
この色を心の中に秘めた人がワクワクするシチュエーションは死ぬか生きるかというような賭けに出るとき、目標設定が難しければ難しいほど燃え上がるというハードモードがこの人のやる気をかきたてますと。他のカラーの人が難しいけどこれも人生の肥やしだと思って楽しみたいですという言い訳をする場面でも、ネイビーの人はいやこれは任務なのでやるだけですってあくまでストイックです。自分に厳しいのは当然だが周りの人にも同じレベルを求めますから、自他ともに認める努力の鬼といった雰囲気です。このカラーを強く持つ人のポリシーは結果が全てですから、どんな手段を講じてでもきっちり結果を出していくことが特徴。人が2倍努力するならネイビーの人は3倍、いや5倍の努力をする。当然仕事は超絶できる人なので大きなプロジェクトを任されたり上司から信任も厚いでしょう。ワーカーホリックになりがちなので要注意ですと。休みの日にもジムに行ってトレーニング、オンオフともに一度決めたら結果が出るまでやり抜きます。中途半端な人や口ではやるやるって言いながら実行しなかったり結果が出せていなかったりする人が何よりも許せない。年齢とともに丸くなり、昼間は怖いけどよりは後輩にからかわれてもまあまあなんて人が多いですと。とことん突き詰めたり物事をミッションで考えがちですので、自分にも他人にも厳しくなりすぎることには気をつけましょうねと。他人に媚びよとは言いませんが、少し遊びや余裕を意識すると人間関係がネイビーの人にとってもっとうまくいきますと。どうしても真顔でプレッシャーをかけることを言ってしまったりするので、ちょっと笑顔を増やしたり感情表現は大げさなぐらいで可愛げがあっていいですよと。恋愛でもついつい相手のハードルを上げがちですので、自分の欠点を認めて相手の欠点もフォローするという変化が出てきた時に運命的に関係を深めることができるでしょうと。 INTJ とか、そんな人ですね。では次、茶色、誠実な人とあります。コツコツ積み重ねが実を結ぶとありますね。茶色の人は瞬発力より地道な努力の積み重ねの人。パッと直感的にひらめいてパパッと解決していくというより、同じ問題を何度も繰り返し考えることでいつしか誰にも到達できなかったようなオリジナルな答えにたどり着いていくタイプですと。何層にも積み重なった大地がその上に美しい花を咲かせるように、実は茶色の人のひそやかな輝きの裏側には長年のコツコツとした試行錯誤があるわけですと。外見はのんびり屋さんに見えるけど、物事を納得がいくまで調べたり自分の足でどこまででも出かけて確認するなど粘り強さが強みです。仕事においても茶色の人が大切にしているのが、昨日より今日、今日より明日の私の方が良くなっているっていうこと。今の自分が一つ一つ手応えを感じているような成長を求める。瞬発力でコツをつかんでいくのは苦手で、時間をかけて深く考えていく傾向があるため、こうしたらいいんじゃないと軽快にアドバイスをくれる友人などは必要不可欠になります。また即断即決を求め迫られたり、声の大きな人からノリで話をされたり、前のめりに熱量を押し付けられるとひるんでしまいます。どこか森に住む動物のような繊細さをまとっている茶色の人。自分で作った家具や料理、自分で描いた絵など自分で作り上げたものに囲まれていたり、自然と一体化して場所に行ったりするとほっと肩の力を抜いてリラックスできるでしょう。人間関係においては自然とみんなの聞き役として人望を集める不思議な才能を持つ茶色の人ですが、恋愛はちょっぴり不器用さん。もともと責任感が強い人なので、好きになったからには最後までお付き合いをしていくスタンスはがあるっていう考え方をしがち。好きになったからには最後までお付き合いをするスタンスっていう考え方。またお互いによく知らない段階から、私は〇〇さんのことが好きだけどこんな私に好きになられても困るよね、ごめんなさい、身を引きます、さよなら、みたいに自己完結思考に、そこには要注意ですと。最初は自分のマニアックな趣味思考を全開にせず、相手に小出しにしていくペースがいいかもしれませんと。なるほど。では次、森の人。森の人はハマる人とあります。飽くなき探求が幸せをもたらす。
森の色というのはいわゆるアースカラーといわれる深い緑やエメラルドグリーン、特に茶色なども混ざり合う人で、一言で言ってしまうと究極のオタクですと。ものづくりなどをやっていられたり、推しへの愛は海よりも深く、24時間365日を好きなものに捧げるのも厭わないと。子どもの頃にはミュージシャン、テレビゲーム、何らかの自分が好きなものにハマった経験があると思いますが、大人になればそういった濃度と時間配分は変わってくるはずですが、森の色を持つ人にとってはバランス考えてほどほどになんていう思考回路はないと。昨日お休みだったから一日ずっと丸々やってたんだと、その飽くなきオタク活動をあっけらかんと報告するようなところがあると、周囲の人からはちょっぴり変わり者だよねと思われることがあるかもしれない。得意なことだと常人普通の人をはるかに超えた集中力を発揮するが、苦手なことはまたはっきりしている。なので申し訳ありません、ここは得意ですのでいくらでもやりますが、あっちは勘弁してくださいと周囲の人にできることできないことをあらかじめ伝えておいた方がマイペースを保てるでしょうと。友達同士でも誰とでもそつなく話せるオールラウンダーでは全くないので、自分と同じ熱量を持ったオタク同士で推しについて語りまくるみたいな関係性の方がはるかに落ち着きますと。恋愛に関しても18からの中では唯一好きになる相手が中身の人間でなくてもいいと感じている人、例えばファンタジー小説に出てくるキャラクター、アニメの主人公、タレント、歴史上の人物など信仰の対象になるぐらいまでそれを敬愛するようになると。森の色を動かすものは自分に感動を与えてくれたものを陰ながら応援したい、その人が背負っているきつさも分かってあげたいっていうかなり自己奉仕的な気持ち、現実の恋愛と推しへの愛は全く別物と愛情を分けてバランスよく生活している人も多く、恋、動物や子供など保護する対象になったものには惜しみない愛情を注ぎますと。なるほど。では黒、黒は創造の人、究極の変態的クリエイターって書いてありますね。黒の色を持つ人はこれ以上ないほど濃密なクリエイター性を持っています。自分の作品や表現のためなら地下世界500メートルまででも掘り下げてしまえる人、しかもこの色の人が作り出すものは大絶賛受ける100点のものか、みんなにそっぽを向かれる0点のものか、極端な結果になることが多いと。また仕事は恐ろしいほどできるのに私生活は人間としてはダメダメなど、常人離れした輝きとポンコツ具合の落差が激しいところが特徴ですと。全てにおいて自分の芯が決まっている人で、絶対にこっちの方が面白いしうまくいくという革新的なセンスによって仕事を動かすタイプ、経営者になったり業界を牽引しているタイプも多いですが、逆に新人の頃や常識的な上司の元にいる人などは、お前は社会人としては全くダメだと説教を食らって不遇の時代を過ごすこともありません。ただ評価されていないことに対してダメージを負わず、コツコツと修行を続ける信念さがあります。面白いか、さもなくばしかという究極的な価値観を持つ人なので、仕事に立ち向かう時も大成功か破産かというような極端な選択肢になりがち、周囲からは理解が追いつかず放っておくしかない人だったりもします。この傾向は人間関係においても色濃く現れ、自分がこの人はセンスがあると認めた人間にはとことん愛情を注ぎますが、この人はダメと思ったら即ブロック。黒の人にとって3回センスがないことを言った相手にはこれ以上エネルギーをかける必要がないって判断され、音信不通にということもよくあると。恋の相手としても常識の枠に収まってない人が大好き、スタートはこの人が人生の全てぐらい燃え上がる。しかし一方で人とずっと一緒にいることが苦手であるため、相手との距離感の取り方の問題で揉め、地獄を見ることもしばしば。そういう修羅場の踏み方次第で、年を重ねるごとに自分の好きなことに没頭することもいいけど、ゆっくり大切な人と時間を過ごすのも愛おしいっていう気づきに至ると。結婚式など人が大勢集まる場所を異様に苦手としているところがある。
人が吐く二酸化炭素の濃さにやられることが多く、放っておいてもらえる時間が欲しいですと。じゃあ最後金色、波乱万丈の人とありますね。常人に理解されない生き方、このカラーを生きる人は大きな運命に突き動かされ、自分の意思を超えた人生を歩んでいくことが多いと。波乱万丈でありながら、それでも知恵と知識を振り絞り強く明るく生きていく人。とにかく予定調和とは無縁。この色の最大の特徴は、え、なんで予想外のことが起こるんですか、笑うしかないという経験が多いと。人生のどこかで数千万単位の借金を背負わさざるを得ないとか、入ろうとした会社が入社日当日に倒産したとか、こんなことって現実に起こるの、というようなことが起こりますが、ピンチを逆手に取り、楽しみながら人生の波を乗りこなしてしまいます。まさに常人離れしたパワーとフットワークの軽さを持ち合わせている人なんですと。当人に話を聞いてみると、予想外の出来事に翻弄されている風なのですが、実は苛烈な運命に大波にさらわれることには喜びを感じている面もあり、苦労も多いけど次から次へと試練を乗り越えていくことに人生の醍醐味を見出します。オンオフ関係なくいつも飛び回っており、ちょっと思い立ったからベトナムにフォーを食べに行ってきた、パリに新しいホテル一泊行ってみたかったから行ってみた、というような理由から近所のコンビニに行くぐらいの感覚で軽々と旅に出かけてしまいますと。他のからの人から見ると、なんて積極的でポジティブな人生なんだって思えるかもしれませんが、その実この人たちはやり抜くことの厳しさもちゃんと分かっている人ですと。華やかに見えて芽が出ない時期も、成功した日々と同じような熱量で自分が設定した課題に向き合ってきたから。人間関係では、ある人と熱心に付き合うかと思えば次の瞬間興味が他に移ってしまうと、驚くくらいのスピードで忘却してしまう。そんなめちゃくちゃな人生を面白がって一生に伴走してくれるくらいものが好きな人、金色の人の奔放な自由さを面白がってくれる人なら相性は二重丸です。でもあなたを一箇所に引き止めようとしたり、家庭的な枠に押し込めようとしてしまうような関係性だと、どんどんパワーが下がっていく。あくまで落ち着いた人並みの暮らしは自分には向いてないって腹をくり、私は私のままで好きな場所で自分が美しいと思ったものを見て楽しいと思ったことをするっていうスタンスであなたは保ちましょう、はい、以上です、うん、とあって、はい、なんかこれ読んでいるとですね、うん、これは、うん、あなたはこういう人ですっていうとともに、うん、あなたが一番この運を受け取りやすい、うん、だこの運の解釈は人それぞれ違うの、うん、違うと思うので、うん、あなたが一番これラッキーだなって思える場所が、うん、そういうとこだよっていう話、うん、まあ、どういう行動だったりとか、どういうこととか、うん、どういう環境だったり、うん、でまたサブカラーも、うん、多分納得いくとこだなとは思ったんですけど、うんうん、僕で言うと紫と茶色がなんか読みながら、うん、ああなんか分かるなと思いながら、うん、あとなんかそのどうしてもなんか人の正解とかを見て、うんうん、ああいうのを真似ないと、うん、とかって思ってしまうとは思うんですが、うん、それはあなたのラッキーを運ぶ場所でも運ぶ行動でもないよっていうふうに受け取りましたが、うんうん、どう思いました？まあ、そういうとこじゃないですか。まあ、他のタイプ論とかも同じように、はい、あなたの性格はこんな感じですよって、だからこういうところが合ってますよみたいな話じゃないですか、はい、なんで、うん、あの若干また占いとは違うんですけども、うん、なんかこの椎茸さんの優しさに満ちた、はい、はい、